はい、サニちゃんです。今回は6月12日に発売されたシルバニアファミリーがたくさん届いたので、購入品のご紹介と、そしてこの中から一つを開封しようと思います。ぜひぜひ最後までお付き合いくださいね。それではまず一つ目はこちら、よいしょと。はい、こちらのカラフルな赤ちゃん忍者トーリオが届きました。この子たちはですね、一番最初、もう一番初めに届いたので、もうすでに開封済みです、ね、そしてその開封動画もすでにアップしていますので、よろしければそちらの動画も見てくださいね。この子たちはどうしようかな、ここにいてもらおうかな、邪魔かしらどうかな。そして二つ目はこちら、ビバファミリーですよ、ね、なんかお父さんだけね、そっぽ向いてんですよ、これ。大丈夫かな、お父さん。ちょっと家庭内不和じゃないですか、大丈夫ですかね。はい、このビバファミリーも届きましたね。とっても可愛いですね。はい、そして、ちょっとじゃあこの子にしようかな。三つ目は、お花の風車の遊び場セット。こんな感じですね。可愛い。こちらも届いてますね。こちら、海外の方がね、先に発売されて、日本は発売されるのかどうか、どうしよう、海外から買うのをどうしようって迷ってたんですけれども、ついに日本でも発売になりました。嬉しい。はい、そしてお次はヤギファミリー。このファミリーもですね、ビーバーファミリーと同じくなんですけれども、昨年の総選挙で人気投票、第何位だろう忘れちゃったけど、何かね、とても人気があったので、まあ、再販されますということで、ビーバーファミリー同様再販売となりました。待ちわびてた方はね、たくさんいるんじゃないかなと思います。はい、そしてお次はこちら、ふわふわ気球のお部屋セットね。これすごいね、気球だよ、気球のお部屋ってことなんですよね。うん、でこれもですね、先ほどのお花の風車の遊び場セット、ちょっと言えてないな。お花の風車の遊び場セットと同じくですね、海外で先に発売されて、日本へはね、日本へやってくるの、日本で発売されるのどうなのってね、ちょっとやきもきはしていたんですけれども、発売されました。ね、かわいい。はい。こちらも届いてます。はい、そしてですね、これ結構ね、大物になってますよ。うん。アイスクリームワーゴン、ね、これ真ん中にね、白うさぎのお母さんが、いますけれども、これはお人形ではないんですけれども、ま、白うさぎのお母さんがお店の店長さんだよっていうアピールのためにですねポップが入ってますね、お母さんのポップが入ってます、大きさね結構大きいんですね、こんな感じ。あ、ごめんね、倒れたよ。はい、よいしょ、よいしょ。はい、大きさ結構ありますね、箱大きいです、とってもね、ピンクの、アイスクリームワゴン。そしてですよね、今回の一番の大物はこれね、大きい、とってもね、これがリバーカナルボートって書いてますね、カナルボートって呼ばれてるものですけども、こちらもですね、以前に海外で発売されたものが、まあ、再販売という形で、森のお家ですとか、まあ、シルバニアの専門店ねとか、公式のオンラインショップやシルバニアパークなどで販売されるようになったということで、はい、ということで、結局のところトータルで、1,2,3,4,5,6,7 ということで、トータル7つが同時に発売されたということなんですね。そしてこの中から一つを今日は開封します。どれにしようかな、これだ。今日はこちらのふわふわ気球のお部屋セット、こちらを開封します。はい、ではまず箱から見ていきましょう。ということで、まず気になるのはここです。チャコール猫の赤ちゃん付き、ね、ここですよ。ここにチャコール猫の赤ちゃんがね、外を見ています。いや、かわいいね、これついてるのいいですね、すぐ遊べますね。そしてこれ、
ここにですね、3階建てのお部屋だよって書いてますね。これ3階建てですよ、お部屋がね、素晴らしい。チャコメ猫の赤ちゃんが3階建てにね住んでるっていうね、素晴らしい豪邸ですよ、うん、そしてそしてもっと気になるのはここです。楽しくプール遊びということで、プール付きの3階建ての豪邸ですはい、とっても楽しみですね。横がですね、セット内容と書かれていますね。先ほどのチャコール猫の赤ちゃんと、まあ、本体ですとかその他小物がいろいろ入っています。そしてその下には遊園地シリーズの世界ということで、お話がですね書いてます。サクッと読みますと、緑の森を抜けるとお城の塔が見えてきました。門をくぐるとそこはもう夢の国、赤ちゃんたちの遊園地シルバニアランド。バスを降りて嬉しそうに駆け出していく赤ちゃんたち、楽しい乗り物や愉快なパレード、みんなの笑顔でいっぱいの場所です。これが遊園地シリーズの世界ですということですね。はい、後ろがですね、これそのね、この3階建ての豪邸でですね、赤ちゃんたちがねくつろいでいる、ね、そんなお写真がいっぱい可愛く載っています。そしてでは反対側ですね、別売りの製品と一緒に遊ぶともっと楽しいよってことですね。もう盛りだくさんのですね遊園地シリーズが載っていますね。こんな感じになってます。はい、では一周しました。開封します。はい、こんな風に入ってました。はい、並べてみました。もう見るからに優しい世界という感じでね、ピンクと水色でこの世界はできていますって感じですね。チャコール猫の赤ちゃんですということで、チャコール猫の赤ちゃんはですね三つ子なんですよね、実は。うんうんうん。そして今日ここにいる子はですね、調べたところ、うん、三つ子ちゃんの中の女の子でアンジェリカちゃん、アンジェリカ・マーローだから、マーローさんちのアンジェリカちゃんということでいいのかな。うん、あの三つ子ちゃんの中でもですね、ここお耳の左側に大きなね黒い、模様が入っている子がアンジェリカちゃんというねことです。うん、で反対側のねこちら側ね、右側に大きな模様が入っている子は、ペッパーミントちゃんっていうね、その子も女の子。三つ子ちゃんのうち、まあ、黒色のね全身黒い感じのお色の子は男の子で、その子はミッドナイトっていうお名前なので、今回この3階建ての素敵なお家を手に入れたのはアンジェリカちゃんということなんですね。ちょっと一周しますね、カメラ近くに寄って、こんな感じでくるりんとくるりんと、あらかわいいね。もちろんですね、タッチの赤ちゃんはこのように手もですね、アイヨも動きますね。なのでこんな感じでね、ポーズも取れちゃいます。ブーンとアンジェリカちゃんが乗ってやってきたのは飛行機のベッドですね。ベッドなんですねこれは。なのでここが一応まあクッションのねベッドの役割をしているんです。本当はね残念ながらプラスチックなんですけれどもね、一応ベッドですということで、ここハートの模様が入ってますよね、かわいい。そして前から見るとこんな感じですけれど、後ろはこんな感じですね。はい、そこはこんなになってます。なのでここにもちろんねこうやって座ってもねとっても可愛いんですけれども、ね、ベッドなので寝るんですよね本当は。よいしょよいしょよいしょと、ちょっと寝てみようか。こういう向きでいいのかしら、これはね、ここが頭でいいのかな、こういうことかしらね、こんな感じで寝るのかしら。ジャストサイズでした。はい、こんな感じでした。こんな感じでベッドでね、うーんとこう飛行機に乗っている夢を見るっていう、そんな感じでしょうか。そしてこちらがじょうろです。こんなちっちゃなじょうろなんですけど、
これがですね、上から見ると猫のね、模様をしてますよね。この上の部分も猫になってます。なのでここにお水を入れて、ジャーっとね、チョールでジャーっとこのちっちゃな猫のところからお水が出るっていう感じですかね。星のピアノと書いてありますね。星のピアノ、うん、ここにね星があります。流れ星ですかね。シュッシュとなってますので、こうやってピアノが弾けるよっていうことですね。はい、こんな感じです。そしてやっとですね、この気球のお部屋の本体です。本体がですね、これはここにね扉がありますね。後ろこんなになってますね。きちんとね気球の形をしているんですね。あ、これいいですね。これカチャンと止まるのが結構ね、あのシルバニアのお家ってこう斜めにしたりするとこれねプラーンってなっちゃうパターン多いんですけど、これはですねちゃんと閉まりますね。いいです、これね、落ちないので、うん、いいと思います。そして取れちゃいましたけど、これがはしご、これがはしごですね。うん、こんな感じです。はい、でどうなってんだ、こっち側がお部屋になってます。じゃーんって感じですね。なのでこのはしごをここにはめることができますね。こうやってで、こんな感じでプロプラする感じになります。でここをこうね、赤ちゃんたちが登ってお部屋の、2階3階に上がっていくわけですね。はい、こんな風になってます。お部屋はですね、1、2、3階ともにですね、こう板張りのお部屋っていうような感じですね、うん。そしてこれがですねプールなんですね。これね、シャワーついてます。この中で赤ちゃんたちがプールで遊べるということですね。かわいいですね、これ。飾りとしてね、置いても全然かわいいんですけど、もちろんね。お遊びとしてね、使っても、厚みがね、ないので、ね、横から見るとわかるんですけど、この感じなので、子供さんとかね、ちっちゃい子はね、並べやすいと思います。奥までね、入れないといけないような、こうね、結構昔のシルバニアなんかね、結構お部屋奥まであったりしたので、そういうものはね、結構バンバン倒れちゃうので、まあ、個人的な意見としては薄い方が家具なんかはね並べやすいかなと思いますよ。なのでこういうね、薄いものなんかはこういった赤ちゃんのねものとかこうやってとっても置きやすいんじゃないかなと思います。でも場所的にはどうですかね。これがベッドは2階にはね乗るかな落ちそうなってベッドはおそらく3階かな、もしお部屋に入れるならね。こんな感じでお部屋の3階にはベッドがこうやってね入りますので、よいしょと、こんな感じで入りますね、うん。そしてこのピアノとかをこうねお2階に置いたり、このジョウロは、まあ、プールとかにポンって置いてみたり、ね、することができます。この気球のお部屋で何が一番気に入ってるかというと、このね、このピンクの色合い、ね、上のところ、ね、この空気が入る、ね、バルーンの部分っていうんですかね、ここは濃いピンクと薄いピンクがね交互に入ってるんですけど、これがねとっても可愛いんじゃないかなって思いますね。はい、ということで今回はシルバニアファミリーのふわふわ気球のお部屋セットを開封しました。いかがでしたでしょうか。チャコール猫ちゃんのお家に赤ちゃん人形トリオたちがもう早速遊びに来ているようですね。いかがですか。これはねどんどん赤ちゃんをですね追加していって、もういっぱいねこのお家にね赤ちゃんたち遊びに来てもらうと、もうどんどん可愛さが増すと思いますね。で遊園地シリーズはやはり、まあ、一つで飾っても可愛いんですけど、
いろんなね遊園地シリーズをねどん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 こうね追加して並べていくと、またね可愛さがね違った可愛さがまた出ると思うんですよ、ね、なので次回はおそらくお花の風車の遊び場セットを開封するんじゃないかなと思います。はい、それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。サニちゃんでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。